宿泊税は観光振興の財源確保が目的で、ホテルなどの宿泊代への課税を検討しています。税率案は宿泊料金が2万円未満で100円、2万円以上5万円未満で200円、5万円以上は500円で、年間の宿泊客の延べ数はおよそ4000万人、税収は45億円程度と試算しています。今日の説明会は石狩管内の市町村向けに行われました。どのようにそれが活用されて、北海道全体の観光振興につながっていくのかというところをもう少し詳しいビジョンが知りたいな。受け入れ環境を充実させることで負担感をないようにしていきたいと思います。道は来月までに全ての自治体への説明をするとしています。